新しい私いろいろ始める仙台いろは。皆さんは大切な人にプレゼント何を贈りますか？今回は電話一本で素敵なプレゼントができるいいねなサービスを調査します。いいね。明日は何しよっかな。忘れてた、明日みずかちゃんの誕生日だ。今年は何プレゼントしようかな。あ、でも母の日のお花よかったから、お花のプレゼントいいかも。この前お願いしたのが、あ、仙台放送フラワーネット、そうそう、ここ電話一本で全国どこでもお花を送れる仙台放送フラワーネット。お花のプロからなる全国のフラワーネット加盟店が新鮮なお花を大切な方の自宅に届けてくれます。生花以外にも胡蝶蘭などの花鉢や観葉植物もお届けが可能。無料でメッセージカードもつけることができるんだそう。すいません、電話で注文した佐藤です。気になったので来ちゃいました。はい、ちょうど今できたところでした。わー、ありがとうございます。すごい素敵ですね。あのお値段でこんなに豪華なんですね。季節に合わせて綺麗で新鮮なお花でアレンジしています。お花を贈るのは母の日というイメージですが、どんな注文が多いですか？入学やお誕生日のお祝いのお花も多いですが、最近は新築やお引越しのお祝いの観葉植物のご注文も増えてました。それは嬉しいですね。いいね。電話一本で注文できる仙台放送フラワーネット、インターネットでの注文はこちらをクリック。大切な方に新鮮なお花のプレゼント、いいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。